会社員の副業が今のブームですが、副業が講じて独立開業しようと考える人も中にはいるかと思います。会社を辞めて個人事業主として開業したら、失業保険はやっぱりもらえないの今まで雇用保険料を払い続けていたのはどうなるのというのが引っかかる人もいるかもしれません。今回は64歳以下の人が退職して独立開業したときに、 自分の失業保険をもらえるる権利はどうなるのか、もしかしたら何かお金がもらえるんじゃないかという点を解説したいと思います。自己都合で退職した時の失業保険は、雇用保険の非保険者期間の長さでもらえる所定給付日数が90日、120日、150日のいずれかに決まります。所定給付日数というのは、 失業していた日1日ごとに失業保険が支給される日数の上限のことです。長年、例えば20年間も雇用保険料をしっかり収めてきた人なら、退職後に失業保険を150日分、つまりおよそ5ヶ月間くらいはもらって報いを得たいと思うことでしょう。ただ、失業保険をもらえる条件は、 失業している状態であることが肝になってきます。もし退職後に独立開業したら自分の失業保険をもらえる権利はどうなるのかこれに対する結論ですが、開業したら就業の届け出が必要で、これにより失業状態とは言えませんから、開業日以降の失業保険は停止されます。 つまり、もらえません。えー、今まで支払ってきたのにもったいないと思いますよね。ただし、二つチャンスがあります。チャンス1、再就職手当。開業したらその時点で失業保険はもらえませんが、再就職手当がもらえる可能性があります。チャンス2、受給期間の特例。開業した時から基本手当はもらえませんが、 受給期間の延長を申請することで、その事業を廃業したら再度失業保険がもらえることがある。これら2つの条件を解説いたします。まず、チャンス1の再就職手当についてお話しします。これをもらうための条件は、次の通り、下記1から8までの要件を全て満たすことが必要です。まず、1番目の 基本手当の支給残日数が3分の1以上あるっていうのは、例えば所定給付日数が90日の人なら、まだもらっていない基本手当の日数が30日以上残っている人のことを言います。再就職手当というのはもともと早期に再就職した人に対する就職祝いのようなものと考えてください。これは、 自分で事業を開始したときも再就職に当てはまります。どのタイミングで再就職したと見るかというと、原則的には税務署に出す開業届の記載の日付で判断いたします。また、3番4番の条件を見てもわかりますように、開業が早すぎてもダメです。 待機期間を満了した後でなければ再就職手当の対象となりません。そして、自己都合退職した人は、待機期間満了後、さらに1ヶ月以内は、ハローワーク等の紹介の就職しかダメと書いてあり、逆に言うと1ヶ月以上経ってからなら、どういう経路で再就職しても再就職手当の対象となります。つまり、独立開業する人は、 待機満了後、1ヶ月経ってから開業届を出すようにしてください。そしてさらに、7番目の給食申し込み前から内定していたものではないこととありますから、もともと開業する予定であったとは言わない方がいいということです。会社が嫌で退職したけれども、 退職後に良い,い就職先が見つからないので自分で事業を始めることにしました。という感じで、もともと決まっていた独立開業とは違うという姿勢はある方がいいと思われます。いろいろ条件もある再就職手当ですが、その支給額は次の通りです。基本手当をだらだら90日以上かけて受給するよりも、 再就職手当により90日よりもっと早い段階で失業保険の全額ではないですが結構まとまった手当として入金されますのでとても助かります。特に失業保険をほとんどもらっていない時3分の2以上を残している時は受給額が残りの70%を一括受給となりお得です。 参考までに例を挙げます。所定給付日数が90日で、基本手当日額が4500円の人が自己都合退職して、待機満了後1ヶ月ちょっと経ってから独立開業した時です。まだ1日分も失業保険をもらっていないうちに再就職したことになりますので、支給残日数はもちろん全部3分の2以上残っていますから、 70%をもらえます。つまり受給額は28万3500円と計算できます。給付制限を経た後、だらだら失業期間を過ごすよりも、早めに70%を一括でもらった方が、結果的に楽ということも考えられます。次に、 チャンス2の受給期間の特例について解説します。雇用保険の基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。しかし、離職後に事業を開始した人については、事業の実施期間は受給期間に参入しなくても良いという特例があります。これを受給期間の特例と言います。 離職の翌日以降、これに該当する方は、本来の受給期間1年間に、最大3年間を受給期間に参入しない期間を特例として申請することができます。これはどういうことかと言いますと、独立開業した方が事業を開始したものの、3年経ってやっぱり仕事として成り立たないと判断し、 廃業した後、再び就職活動を再開することで、以前の失業保険をもらえるというものです。元の会社にいた時の雇用保険を活かせるチャンスを再度引き寄せられるというのはありがたいですね。これなら3年間は自分の事業を試してみて、ダメだったら失業保険をもらう方に戻ってくるっていうのができます。この制度を利用するためには、 あらかじめ開業して2ヶ月以内に受給期間の延長の申請をする必要があります。この特例申請の要件はこの通りです。チャンス1で解説しました。再就職手当をもらった人は、この延長制度は利用できないので、ここは注意してください。そして4番目に書いてある、自立した事業と認められるためには、 例えば雇用保険に入るような人を雇うほどの事業であるとか、または登記事項証明書や開業届の写し、事業許可書など客観的資料で事業の開始と事業の内容の実態が確認できることが必要となってきます。また、 2番目の開業してから帰算して30日を経過する日が受給期間の末日以前にあることっていうことの意味なんですが本来の雇用保険の受給期間は1年間ですがその終わり間際になってから延長申請はできませんという意味です。言いい、換えれば、離職しててかかららヶ月経ってからでは遅いというふうに理解してもらえればいいかと思います。 以上、会社を辞めて独立開業した人の雇用保険の生かし方について解説いたしました。今は転職が当たり前の時代。会社員という縛られた形にとらわれず、自分のやりたいこと、得意なことを生かしたいと考えて、独立しようと考えている方のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。 FP いたまり良かったよ、ちょっと役に立ったよと思われましたら、グッドボタンにて応援いただきますようお願いいたします。